機動戦士ガンダム第 08MS 小隊はガンダムシリーズの OVA 作品。1996年から1999年にかけて全11話と後日談の特別編ラストリゾートを制作。1998年には劇場版ミラーズリポートも公開された。略称は小08小隊、08。第零八招待は機動戦士、ガンダムと ほぼ同時期を描いたガイデン作品。他のガンダムシリーズ作品よりも戦場の生々しさやリアリティを追求した描写が特徴。そこに理想に燃える青年士官シロー・アマダが主人公として登場することで戦争の現実とかけ離れた彼の人物像が強烈な印象を持って対比されている。シロは軍務、倫理、色恋の狭間で瞑想しリアルなのは 兵器のメカニック描写や戦闘のみとされ、作品自体は中村正俊の学園青春ドラマの戦場版を想定したとのことである。ハッピーエンドだったのか、バッドエンドだったのかについてはぼかされたまま終わり、それを明らかにするのがエピローグスペシャルエピソードラストリゾートである。また、第3巻から映像特典として一年戦争の出来事を紹介するミニストーリー、 宇宙世紀夜話が収録されている。当初の構想では、全12話完結で、当初の監督は、神田武之であったが、制作途中に体調を崩したため、第6話からは、飯田場の助が担当する。ストーリー自体は神田が考えていた筋書きに沿っているが、その後1996年7月27日に、神田が救世したため、飯田ら残されたスタッフは、 生前、神田が書き残していたメモやプロットをもとに、第11話までを完成させ、第12話ではなく、特別編という形で、ラストリゾートを制作している。本作は、神田の遺作となった。商業的な結果については出荷ベースで、前作、機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーを上回り、全館累計は115万本を記録した。角川書店からは、 大河内一郎による小説版、イーガバス助による漫画版、機動戦士ガンダム第 08MS 招待、UC0079α がそれぞれ刊行された。後年には、東京 MX、BSTBS、BS11、チャンネル猫、関西テレビなどでテレビ放送された。モビルスーツや、モビルアーマーなど機動兵器に分類されるものはそれ。 以外のものについては一年戦争において、連邦軍が勢いを伸ばし始めた頃が舞台であり、登場する兵器もモビルスーツだけに偏らず、テレビシリーズ、機動戦士ガンダムに登場した、一見奇抜な兵器をもリメイクして登場させている。MS があくまで一兵器として扱われるのは、ガンダムシリーズ全体を通しての特徴であるが、本作ではその傾向が、ことさら強い。 特に主人公の蒸気は大抵強力な特別機なのが通例なところを本作では量産機やその改造機を主人公が買っている。それ以外のメカ描写も細部まで技術交渉が徹底された。一方でテレビシリーズでは後半に初登場するジムが10話前後に相当する時期に宇宙で配備されていたり東南アジアに 連邦軍の先行量産型 MS 大隊がすでに存在していたりと従来の設定よりも連邦軍の MS 配備を大幅に前倒しした作品となった。この区断の陸続けには制作側もやや難儀した。結局陸上の RX-79G、RGM-79G に関しては非常に限られた機体とその部品がごく一部の部隊に 配備されたのみとされ、宇宙用の RGM-79E は、たまたま、ジャブロー以外、宇宙のどこかにも工場があって、そこで作られた機体が、偵察部隊的に使われたもので、ファーストの画面にはたまたま登場しなかったと、説明された。ただ、設定の確定に時間を要したために、主人公メカである RX-79G の相性は、隠しメディア上で、 二点三点している。詳しくは陸戦型ガンダムを参照のこと。VHS&LD 版は、第一巻に2話収録でそれ以降は1話ずつ、収録の全10巻。特別編、DVD 版は3話ずつ、収録の全4巻。VHS&LD 版では、第3巻から第10巻までに1話ずつ、ラストリゾート2に2話収録。DVD では、ミラーズリポートに全話収録。 BS1 にトゥエルビのアニメ26はにて2021年1月8日26時に放送開始。機動戦士ガンダム第 08MS 招待3次元との戦いは2013年2月22日に発売された BD メモリアルボックスの特典ディスクに収録された約9分の短編アニメ作品。ラストリゾートから約13年半ぶりに作られた08 正体の映像作品である。最終決戦の地に向かう08小隊の頭上に、飛来する、グフフライトタイプとの死闘を描く。エレドアは、第5話での負傷により、野戦病院送りとなっているため未登場。また、カレンは登場するが、セリフはなかった。ありがとうございます。